平野紫仕様の戸部参加、公然の事実に、ジャニーズからの嘲笑も、滝沢秀明氏の新会社、戸部公式ツイッターが、7月2日に YouTube 生配信を行うと発表。同日は元 v g 三宅健の誕生日で、投稿された画像に映り込む手首に、三宅愛用のものと同じバングルが光っていたことから、ファンの間では大きな盛り上がりを見せている。 滝沢氏の再始動発表から3ヶ月弱、ついに表だった動きが見えてきそうだが、ジャニーズ事務所サイドからは、飛べはすでにつまずきかけている、という声も聞こえてくる。昨年10月をもってジャニーズを退社した滝沢氏。今年3月には飛べの設立を発表し、自身のツイッターアカウントで行った生配信で、僕はやはりもう一度、 エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました。新人を募集し、アーティストをプロデュースする会社を立ち上げました、と宣言した。滝沢氏の電撃退社直後、キング・アンドスの平野市を、神宮寺勇太、岸ゆ太のグループ脱退、ジャニーズ退場が発表されたことから、各メディアとも双方のゴール説をしきりに伝えるように、 また、その後の退場者に関しても、ひとまずは、合流か、と報じる流れになっていたんです。スポーツ上記者、ジャニーズ事務所関係者から、とべは事前に情報が漏れすぎ、の声。そんな中、6月18日配信の、週刊女性プライム、が、平野神宮寺と滝沢市の合流を断定的に報じたのだ。 メンバーの家族も含めた打ち合わせを複数回行っていることやすでに飛べから2組がメジャーレーベルより CD をリリースするといった具体的な新情報がいくつも飛び出したんです。さらには、ライバル誌にあたる6月29日発売の女性セブン小学館。 も同じ内容の記事を出していて、平野は滝沢市プロデュースで新曲リリースに向けて水面下で計画を進めているとのこと。両氏ともに戸部の本格始動は7月としています。どうそしてこの流れで、戸部が7月2日午後7時に配信を行うと発表。 これまで滝沢氏のツイッターでは新たな活動については匂わせ程度のものしか投稿されていなかっただけに今回が初の情報解禁となりそうだ。この展開に滝沢氏の古巣であるジャニーズ事務所関係者からは事前に情報が漏れすぎだと調子を混じりの指摘が聞こえてきます。 今回の配信に関しては公式発表が先行しているものの週刊誌に報じられた平野ら元キンプリメンバーの合流話はもはや公然の事実に近い。それだけにスタート前からこの情報流出量では先が思いやられると半ば切れているようですね。芸能プロ関係者。ただ、 戸部は週刊報道に関して否定も反論もしないだけに、むしろ滝沢氏が、親しい記者にあえて情報を流して、宣伝してもらっているのでは、とも勘ぐってしまう。どうそうだ。平野の母は、女性セブンの取材に対して、今はお話できることがないので、その時が来たら連絡させてもらいます。と、予告めいたコメントをしている。 ジャニーズサイドが指摘する情報漏えいしすぎというのもまた滝沢氏の計画のうちということなのだろうか。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。